ニューズウィーク紙は、ジョー・バイデン氏が下院民主党議員25名から辞任を求められる可能性があると報じ、テレグラフ紙は、ミシェル・オバマ氏がトランプ氏に勝つ唯一のバイデン候補者であるとコメントしている。ニューヨーク・タイムズ紙は、バイデン氏が同盟国に対し、立候補を取り戻すまであと数日しかないことを承知していると伝えたと報じた。ニューズウィークは、ドナルド・トランプ氏、地滑り勝利に向かう。 新たな世論調査が示唆とコメント中国の科学者は中国南部や東南アジアの人々を肥満から守る遺伝子を発見しました新しいムーナテクノロジーは細胞を長期持続する製薬工場に変えます米国で FDA 一部のフルーティソーダやスポーツドリンクに含まれる添加物 BVO 禁止へ 化石からは、鋭い牙を持つ巨大な三生王のような捕食動物が恐竜が出現する前に存在していたことがわかります。点々。人間と豚を描いた世界最古の洞窟壁画が発見。点々。人間の鳴き声は豚よりも犬にストレスを与える。家族のペットの研究で判明。 フィスカーはオーシャン EV を SUV-1 台あたり14000ドルで販売することについて、判事の承認を求めている。点々。590万台の古い車が過剰な二酸化炭素を排出しているため、GM は1億4600万ドルの罰金を支払うことになる。点々ボーイングの元検査官。 スクラップ部品が組み立てラインに流れ着いたと主張。海でうだるような暑さ、モスクワは7月初旬の記録を1917年に更新。研究により、古代のナイル川の洪水は、湿潤な気候の間は非常に変動していたことが判明。 ランセットの調査によると、2008年から2019年にかけて大気汚染により年間3万3000人以上のインド人が死亡したマダラフクロウを救うため、米国当局は数十万種の別のフクロウを殺す計画を立てている。日本でベニコーボソプリメント摂取で500人近くが入院。 中国の李強首相は各国に対し AI における知性のギャップを埋めるよう呼びかけています。点々。中国の科学機関は主要な課題としてデジタルヒューマンと工学チップを挙げています。点々。米国、見落とされている地域のテックハブに5億400万ドルを授与。 マイクロソフト MSHTML の欠陥が悪用されて、マークスパイスパイウェアツールが配信されました。点々。フェイクバットローダーマルウェアは、ドライブバイダウンロード攻撃を通じて広く拡散します。点々。韓国の ERP ベンダーのサーバーがハッキングされ、ククトドアマルウェアを拡散。 世界的な警察の作戦により、コバルトストライキに関連した600台のサイバー犯罪サーバーが停止されました。点々。イスラエルの組織がドーナツフレームワークとシルバーフレームワークを使用したサイバー攻撃の標的に点々。38万4000のサイトが最近中国企業に買収された大雑把なコードライブラリーからコードをプル。 タッカー・カールソン氏はゼレンスキー氏との面談を発表。ゼレンスキー氏の報道官は新ロシアのタッカー・カールソン氏との面談が予定されているという主張を否定した。点々。ポーランドの方と正義はオルバンの愛国者たちに脳をつき、EU 議会ではメロニのグループに留まる。点々。ショルツ氏、ドイツはウクライナ戦争の当事国にはならない。 ドイツはウクライナ降伏を伴う停戦を決して支持しないと約束圧力が高まる中金曜日のゴールデンタイムに移動フランスではジャン・マリー・ルペン氏が EU 資金の不正使用に関して裁判を受けるのは不適格であると宣言した米国ではタルサ人種虐殺の生存者らがバイデンに対し 1921年の襲撃事件の捜査開始を求め、3週間前、オクラホマ州最高裁判所はタルサ人種虐殺の生存者らが起こした訴訟を棄却、いた。ブラジルでは、今後数十年間で軍人年金にかかる費用は、8560億レアルとなり、これは退職公務員の年金額の60%パーメントに相当する。 ロシア、フランス選挙でのマリーヌルペン氏の国民集会を応援、点々。フランスの左派政党と中道派政党が団結して極右国民集会を阻止、点々。フランスの著名なナチスハンターがユダヤ人に選挙で極左より極右を選ぶ要アドバイス。 衛星画像は、キューバにおける中国のスパイ基地の拡大を示している。点々。今後民主共和国の金鉱山攻撃で中国人数名が死亡。点々。中国、スパイ行為法の一環としてスマートフォン検査開始。 RFK ジュニアは、バニティフェアの記事で性的暴行疑惑を回避しながら犬を食べたことを否定。点々。天井が高いと、大学生の試験結果が悪くなる。点々。日本、政府によるフロッピーディスク仕様の廃止に向けた努力で勝利を宣言。 イスラエル、オスロ合意以来最大規模となるヨルダン川西岸の国有地の接種を発表。点々。イスラム聖戦武装組織によると、イスラエル人人質の中には自殺を図った人もいるという。点々。東南アジアの過激派組織、ジェマイスラミアが解散されると幹部が発表。 バイデンはイラン攻撃の夜、ネタニヤフ首相にこう語った。報復すれば、自分の責任だ、点々モサドによれば、イスラエルはガザ停戦提案に対するハマスの対応を研究しており、ハマスがガザ停戦に関して仲介者らと意見交換する中、ハマス指導者はエジプト、カタール、トルコの代表と会談している、点々。 イタリア・リビア向けの中国製軍用無人機を押収波を定義ポルカドットインフルエンサーやプライベートジェットのロゴへの3700万ドルの賛財を擁護 どのネットワークも同様の支出をしている、インドに拠点を置く仮想通貨取引所コイン DCX がドバイのビトーシスを買収。ドラフトキングス訴訟の進展に伴い、米国の判事が NFT 証券裁判の準備を整える。 フィリピン人は社会保障支払いにトンブロックチェーン上のテザーの USDD を使用できるようになりました。ロシアの規制当局、制裁に対抗するために暗号通貨の使用を奨励。英国総選挙前に主要政党は仮想通貨問題について沈黙を続ける。 ナンシー・ペロス氏は夫が行った株式市場の取引を明らかにした。彼は BDI のような AI 事業に投資し、テスラを売却しました。ソフトバンクはドットコムバブルが崩壊した時に99%を失いましたが、今では AI に全てがかかっています。仮想通貨投資家は、ダークテトラットの性格特性を自己報告する可能性が高い、と研究が示す。 イージャンレイヤーの競合企業シムビオチックは1ヶ月以内に預金額が10億ドルを超えました。D.W.F. ラブズが中国語圏の Web3 プロジェクトをサポートするために2000万ドルの元金を立ち上げました。レボラット CEO、フィンテック企業が過去最高の5億4500万ドルの利益を達成。 レボラットは来年からアイルランドで住宅ローンの提供を計画中、英国の銀行ライセンス承認に自信。 FAA、ラスベガスの砂漠空港、宇宙観光拠点の離陸を許可、間もなく開設予定、点々。インドは、小惑星アポフィスが地球に接近するのに先立って、惑星探査ミッションへの参加を模索している、点々。新しいモデルは、天の川がこれまで考えられていたほど星が詰まっていないことを示唆しています。 米国判事、医療分野に制度一性保護を追加するバイデン規則を阻止。点々。日本の最高裁判所は、強制不妊手術法は違憲であるとの判決を下した。点々。何百万ものオンリーファンズペイオールが児童性的虐待の発見を困難にしていると警察が発表。 クラウドフレアがウェブスクレーピング AI のワンクリック格をデビューさせます。点々。ブラジルはメタが AI をトレーニングするためにソーシャルメディアの投稿を使用することをブロックしています。点々。インドネシアでは国家データセンターのハッキングを受けてカミンフォのアプティカ事務局長が辞任。インドネシア政府データセンターへのランサムウェア攻撃を受けて ハッカーらが驚きの謝罪を表明。 スレッド数は、1年後に1億7500万人のユーザーに達しました。点々。インドのツイッターライバルクーは、買収交渉が失敗に終わり閉鎖した。点々。ヘルディバーズ2は、わずか5ヶ月で PC プレイヤーベースの90%を失いました。点々。テネリフェ島、島全体の鉄道網で交通混乱に対抗。 DJI は、アビノックス E バイクドライブシステムにより、ドローンからさらに多角化を図ります。点々。ソニーはブルーレイ映画やゲームディスクを段階的に廃止するつもりはなく、消費者向け BDR の生産を中止するだけです。点々。BTS メンバーのジン、韓国の聖火ランナーとしてパリオリンピックに参加予定。 google は排出量が賞味ゼロに向かうどころか増加している AI を非難しています。点々。プロートンは AI 支援を拒否する Google ドキュメントや Microsoft ドに代わるプライバシー重視の代替手段をデビューさせます。点点親が厳格なプライバシー設定を使用している場合でも AI は子供の写真をトレーニングします。 チャット GPT MacOS アプリが会話をプレーンテキストで保存していることを発見。OpenAI がアップデートをロールアウトすると伝えられています。点々。ハッカーは API を悪用して数百万のア u チ i m f a 電話番号を検証し、追利用はハッカーが電話番号を入手した後。 ソーシャルエンジニアリング攻撃が差し迫っているとアウチーユーザーに警告しました。点点インフォスチーラーのログで児童虐待資料の消費者3300人の身元が判明。ネットフリックスは最安の広告なしプランを段階的に廃止し始めています。点点パラマウントがサイト全体を削除した後、 インターネットアーカイブが検索可能な MTV ニュースデータベースを作成点々リリーは連邦職員に家宅捜索されたロサンゼルスの邸宅を7000万ドルで売却しようとしていると伝えられているフィナンシャル・タイムズ紙は 次のようにコメントしています。市場の力だけでは、飛行変動を止めるのに十分ではありません。点々。ブルームバーグは、中国の投資銀行家たちは指揮と給与が低下するにつれて共産党に入党するとコメントした。 ベラルーシが正式に SCO に加盟し、10番目の加盟国になります。点々。ロシアはアルメニアを同盟国だと考えている。とオーバーチュク副首相は言う。点々。トルコのエルドアン大統領は、ロシアとウクライナの戦争終結への協力を申し出る。クレムリンは彼を仲介者として除外。 ハドソンズ米社が米国の百貨店ニーマンマーカスを買収へ報道、点々。米国では、ハンジが少数の雇用主に対する協業禁止協定の禁止を延期した、点々。パキスタン株、FTSE ラッセルによりフロンティア市場に格下げ。 ファイナルファンタジーの坂口博信は自分が作ったシリーズに戻ることに興味がありません。点点スピンマスターがソニーインタラクティブエンタテインメントのプレイステーションスタジオスゲーム向けのおもちゃとグッズを初公開。点点任ンテンはゲームに全 AI を使用する予定はなく、代わりにテクノロジーだけでは想像できない価値を提供する。 バイデン劇でビットコインが下落、仮想通貨市場暴落のようにマウントボックスに関連した売却リスク、数時間以内に世界の仮想通貨時価総額から900億ドルが消失、点々。ニューヨークタイムズの報道を受け、ポリマーケットではバイデン氏が辞任する確率が80%近くに急上昇した。ニューヨークタイムズ氏は、バイデン氏が同盟国に対し、 候補者復活まであと数日しか残っていないことを承知していると伝えたと報じた。2024年7月4日から最もアクティブな株式、天天日本 NTT、三菱重工、三菱 UFJ、天天香港 CCBC、ICBC、チャイナタワー、 点々英国、ロイズ、バークレイズ、ボーダフォン。点々米国、エヌビディア、テスラ、アップル。点々このリストは投資アドバイスではありません。 シサのサイバーセキュリティに関する警告と勧告、点々。シサは、ジョンソンコントロールズカンテクドアコントローラー、m y s c a d a m y p r をイコニックス、および三菱電機製品に対する7件の産業用制御システムアドバイザリと、ジョンソンコントロールズイラストラエッセンシャルズジェンフォーアップデート A。 に対する4件の産業用制御システムアドバイザリをリリースしました。点々。ジュニパーネットワークスがジュノス OS SRX シリーズのセキュリティ情報をリリースしました。 iPhone 用 Apple ア,ップ,ルアップリストはトップ有料ゲーム2024年7月4日から点々マインクラフト注意喚起パパのフリーゼリア2号ブルーンズ TD6 ジオメトリーダッシュ 2024年7月4日の米国 Google プレイのトップ有料アンドロイドゲーム、点々マインクラフト。ジオメトリダッシュ。ブルーンズ TD6。スタードゥーバレー。ミューズダッシュ。独占。スパイアを倒す。魔法研究に。 任天堂 US デジタルのベストセラー。2024年7月4日以降。テンテンルイージマンショントレードマーク 2HD。ハです。焼きすぎ。2マインクラフト。EA スポーツ FC トレードマーク24。スタードゥーバレー。デーブザダイバー。私たちの間で。 点々。2024年6月24日から6月30日までのネットフリックスグローバルトップ10リストより、英語で最も視聴されているテレビの週刊トップリスト、点々ブリジャートンシーズン3、スパセルシーズン1、史上最悪のルームメイトシーズン2、アメリカのお菓子、 ダラスカウ・ボーイズ・チアリーダー、シーズン1。テンテン英語以外で最も視聴されたテレビの週刊トップリスト。テンテン・ギャング・オブ・ガリシア、シーズン1。ラブ・イズ・ブラインド・ブラジル、シーズン4。レイジング・ボイス、シーズン1。ミス・ナイト・デイ、リミテッドシリーズ。鬼滅の刃柱稽古編。テンテン。 2024年6月24日から6月30日までのネットフリックスグローバルトップ10リストより、最も視聴された映画の週刊リスト、英語小学校割コロン点々家族の事情。警告をトリガーします。女の子たちにキスをしましょう。結婚してください。ウルトラマンライジング。ジョンウィック。語られざるドラキュラ。フラッシュ。 点々最もっとも視聴された映画の週刊リスト。英語以外小格好割コロン点々継承。マハラジ。パリの下。アクシデンタルツインズ。どんどん近づいていきます。ミーニャビダエムマルテ。 2024年7月4日のアップルミュージックのトップヒット。テンテン私たちとは違う。ケンドリック・ラマー。バーソング、ほろよいシャブージー。アイハット・サム・ヘルプ・フィート。モーガン・ウォーレン・ポスト・マローン。テンテン・プリーズ・プリーズ・プリーズ・サブリナ・カー・テンター。ミリオン・ダラー・ベイビー・トミー・リッチマン。ピンク・スカイズ・ザック・ブライアン。 テンテンライクザット、フューチャー、メトロブーミンケンドリックラマー。